おしゃれなサイドテーブルですね。これは床上30センチのハウスダストゾーンに働きかける空気清浄機です。この足が大事なんですよね。ハウスダストは30センチぐらいのところ漂ってるんです。この天板がテーブルになるのも便利でおしゃれですよね。グッドデザイン賞を受賞しています。へえ。あ、やっぱりそうだと思いました。私ね、これ審美眼がすごいんで。いや、絶対乗っかっただけですよね。へえ、初めからそう思ってました。ヨーロッパ風デザインです。北欧風ですね。あ、そうですか。このレザーのタグも可愛いですよね。そうですね。側面2箇所から渦状の気流を生み出して効率的に空気中のホコリを捉えます。 0.1 マイクロメートル以上の微粒子を 99.97% 除去できるんです。もうほぼですね。ホコリをマイナスに帯電させるんですよね。この中に入ってくるこの金属フィルター、ここをプラスに帯電させて、まるで磁石のようにスイッチになるんですね。へー、はい、上と下にフィルターがあるんですね。下にもね、同じもの2個もお得。この足があればできる話なんですよ。下についていると意味がないじゃないですか。ここの空気の流れ道が、ただ単に足をつけておしゃれにしただけじゃなくて、性能の、ね、良さにもつながっていると。いやー、おしゃれですし、空気もきれいになるし、最高ですね。では家電を、こちらの商品名を教えてください。あれ、もう一個ありますね。こちらがね、34畳用、こちらが18畳用、サイズ違いがあるんですよね。それとレザータグ付きのね、シックなグレーなタイプとシンプルなマットホワイト、この2つがあるんですよね。広いお宅とかいろんなお宅に適用するんですね。それ寝室とかね、リビングだけじゃなくていろんなところでね、使う用途があると思うんで。いやー、家電もどんどんおしゃれになっていきますね。でも商品名は今回も教えてもらえませんでした。